代表のともみです。今日はお酒が飲める酒屋さんに遊びに行きたいと思います。お店の営業時間は平日月曜日から土曜日までということで、営業時間も酒屋さんなので5時から9時、夕方の5時から9時と短いので、早速お店に遊びに行きたいと思います。場所なんですけれども、あちらがまっすぐ駅になります。JR と都営浅草線の五反田駅からずーっとまっすぐぐーっと来て、ぐーっと来て、で、蔦屋さんがあるんですけれども、レンタルビデオ屋さんですね。蔦屋さんを見つけたら、蔦屋のビルのここ角っこを右折してお店に行きたいと思います。こっち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 、この道を曲がっていくと左手角にお店がありますので、早速行ってみましょう。まあ、10メートルも歩かないぐらい、10メートルぐらい。はい、この漢字で酒と書いてあるんですけれども、ここが早速お店になります。はい、ちょっとお店の外観が見えてきました。はい、こちらですね、桑原商店さん。早速今日はこちらでお酒を飲みたいと思います。レッツドリンキング、イエーイ。はい、では店内にやってきました。桑原商店さんは酒屋さんですので、全部のお酒がこれ飲めるわけではありません。とボトルにこうやって本日のお酒というタグがついているもの、こういうのですね、こういったタグがついている Today's 酒って書いてあるボトルに関してレジで注文して飲むことができます。さあ、20種類ぐらいあるんですけれども、私は今日ですね、こっちこっち、これアロスという日本酒を飲みたいと思います。これはワイン酵母仕込みの純米酒ということで、とても珍しい日本酒ですので、このアロスを今日は飲みたいと思います。では早速レジで注文の仕方も動画撮影したいと思いますので、レジに行ってみましょう。飲むお酒が決まったら、次はサイズを選んでいきます。グラスは30ミリ、60ミリ、180ミリのサイズから選ぶことができます。そして価格はお酒によって違うんですけれども、それぞれボトルの脇にここですね、30ミリの価格、60ミリの価格、そして180ミリの価格と、それぞれ金額が書いてあるので、こちらを参考にして選ばれるといいと思います。悩みますね。お酒を注いでいただいております。私が選んだのはアロスと、あと英雄も頼んでしまいました。わーい、あっ秀夫、英雄ではなかったです。ちょっと日本人にしかわからないジョークになってしまった桑原商店さんは外国人のお客様も多いそうなので、こういった英語の資料も用意してくださっています。そして How to order ということで、注文の仕方もこうして紙にまとめてくださっていますので、安心してお酒の時間を楽しんでください。それでは注文しました。こちらが気になっていたアロスというワイン仕込みの日本酒、そしてこちらがヒデオという濁りの日本酒になります。では気になっていたアロスの方から早速いただきます。ちょっとなみなみ入っているので、すいません、失礼します。うん、美味しい。これすごい、本当あのワインみたいな日本酒、すっごいフルーティーでまろやかで美味しいです。これは飲んじゃう。ちょっとお水を挟んでヒデオも飲みたいと思います。ちょっと待ってくださいね。
はい、でこちらが濁り酒の秀夫、まあ、こちらも日本酒ですね。いただきます。乾杯。美味しい、うん、まあ、こっちのアロスよりフルーティーな感じはないんですけれども、濃厚なお酒の香りが好きな方はこのヒデオとてもおすすめです。めちゃくちゃ美味しい。あ、韓国のマッコリとか好きな方にもこのヒデオとてもおすすめです。こういったお漬物の盛り合わせなどでしたら、ベジタリアンの方も安心して食べることができます。お漬物の盛り合わせ、野菜の発酵食品ですね。日本の伝統的なおつまみにもなります。では早速お漬物、どうしようかな。じゃあナスいただきたいと思います。いただきます。これ美味しいね。美味しい。これは、まあ、食べてもらうと分かるんですけど、お酒が進みます。しかもすごく桑原商店さん優しいので、こうやって机の上にお水が用意してありますので、しっかりお水飲んで、飲みたいと思います。チアーズ。桑原商店ではもちろんお酒を購入することもできるんですけれども、店内にはこうして日本の調味料であったり、あとおつまみ類もいろいろ売っているコーナーがあります。ただこちらは店内で食べれるものではなくて、まあ、持ち帰りにはなるんですけれども、ぜひ日本のお土産にこういう缶詰とかもおすすめになります。でこちらは立ち飲みのブースもあります。はい、まだちょっと飲み足りないので、次はそちらボーミッシェルというビートルズが流れる蔵で熟成したという日本酒と、あともう一本は少し珍しいタイプ、赤いボトルのですね。じゃーん、オニアティーオリエンタル花茶という少しフレーバーがついているような日本酒を飲みたいと思います。はい、それでは第2弾です。こちらがオニアティーというハーブがつけてある方の日本酒で、ピンクの色をしています。いただきます。これすごい、なんかハーブティーみたいな、カモミールなど入ってるらしいんですけど、すごいフルーティー、すごい。これ女性は甘くないので、女性すごく飲みやすいですし、どんなお料理にもこれ合うお酒ですね。すごい美味しい。でこちらがビートルズが流れる蔵で熟成されたという日本酒です。全然違う。あの前の3種類ともまた違くて、すっごいあの日本酒の癖が全くなくて、ジュースみたいにこれ飲めちゃう、ちょっと危険なやつですね。ちょっと、お水を挟みながら飲んでいきたいと思います。で本当これ30ミリならグラス小さいサイズでクイッと飲めてしまうので、ぜひいろんな、ね、日本酒楽しんでほしいなと思います。じゃあ今日はこの辺でチャンネル終えたいと思います。ぜひチャンネルのいいねの評価と、こちらチャンネル登録もよろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。バイバーイ。レッツドランク、イエイ。